こんにちは、さえです。で、今日は朝から美容室に行って、で、お昼過ぎぐらいから友達と合流するっていう流れになってます。で、髪の毛染めるのが本当に楽しみすぎて、で、今根元が黒くなってきてるんですよ。これを、まあ、メンテナンスって形で直してもらいたいと思います。もう髪の毛の色も結局何色にするかなんか全然決まらなくって、これあるあるじゃないですか。本当に美容室が楽しみすぎて、ずっとヘアカラーをインスタで探してるんですけど、可愛い色がありすぎて毎日あこの色可愛いみたいな、で次の日にはあこの色にしようかなみたいな感じでめちゃくちゃ悩んでます。なので美容室について決めたいと思います。では時間がないので行ってきます。いつも通りの美容室に来ました。はい、で染めてもらうカラーの色が決まりました。で、今はこの毛先の方、私ブリーチ何回もしているので、根元とあと中間ぐらいまでブリーチで色を抜いていきます。で、これでブリーチすることで仕上がりにムラがないようになるそうです。もう本当私が担当してもらってるのがいつも千春さんなんですけど、千春さん任せで本当安心して任せる美容師さんです。ブリーチって私結構今まで何回もしてるんですけど、頭皮がもともと強くってそんなに染みないんですよ。なのでめちゃくちゃ何回でもできますすごくないですか、これドラゴンボールのなんかスーパーサイヤ人みたいな色がすごい、めっちゃで、今は少しだけパープルの色を入れてもらってます。なので若干見えますか、ちょっと紫かかってるのが。で、はい、完成しました。てかさ、この透け感めちゃくちゃ可愛い。とありがとうございました。本当いつもお世話になってます。髪を染めました。今から友達と合流します。合流もエピ、可愛い、ガチ可愛い。開いてるかな。開いてるじゃん。全然開いてる。ね、開いてるんじゃん。よかった。ここです。あ、いいよ。で、今回は何食べよっかなって本当悩ん で、私はクロックムッシュってものを頼みました。今度は甘いデザート系も頼みたいなと思ってます。で、モエピがこのハムかな、モッツァレラチーズとハムのトーストを頼んでました。美味しそう。で、私がクロックムッシュです。本当にチーズがたっぷり、美味しそう。で、モエピが先にカットしてくれてます。この上に乗ってるオリーブって私あんまり得意じゃないんですよ。独特な味しますよねちょっと切りづらそう。モエピ、こういうの私もうまく切れるタイプではないです。難しいですよね、ナイフとフォークって本当に苦手です、私は。うん、美味しそうかわいい、安定にかわいい。はい、私もいただいていきまーすナイフとフォークって、ナイフとフォーク使うのってなんだろう、フランス料理とかかな。食べたことないからわかんないけど、ちょっとね練習したいですよね。なかなか機会ないんですけど、
美味しそう。なんか見てください、このハムとチーズがたっぷり。いただきまーすって思ったんですけど、ちょっと落ちちゃったんで、もう一回食べていきます。うわ、ちょっとこの時思った以上に取りすぎて喋れませんでした。でも美味しかったですはい、で次のカフェはアメリカンビレッジ、この海の方に、海沿いにある地箱コーヒーって言って、結構沖縄の方だったらみんな多分一回は行ったことあるんじゃないかなってぐらい有名なコーヒー屋さんです。でここの窓際の方で席を用意してもらいました。無理やり。これはホワイト。ホワイトメーカーじゃない。ついた。やばい。美味しそうです。勝手に撮ってるよ。かわいい。素敵。サンセット。団長浜萌えぴです。イエーイ。私わからんよ。ジーンズコーデ。ジーンズジーンズ。イエーイ。カラのザブンザブン。ちっちゃい。マブ。マブ。ね、目開かないんじゃん。今日も京都で萌えぴです。イエーイ。なんか似てん。白白。はい、ここまで見てくださりありがとうございます。ではバイバーイ。バイバーイ